リートソッシーのラジオ歴史小話じゃか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 、思わずシェアしたくなる歴史の話。ね。今日は2019年9月20日ということで、日本で4年に一度のラグビーワールドカップが待待ちにってました開催されるということで、日本各地、いろんなところを転戦していきながらあのラグビーのこう試合が行われていくということでね。 というものをこう海外からのお客さんまあとかあるいは選手の皆さんにもね感じていただければなと思うんですけどやっぱり日本といったら和和服和食和という言葉これが非常に大切になっているわけで昔古くはねあの17条憲法十七条の憲法で所得大使がこう和を持ってたっとしたなすということを言って高らかに宣言しているわけですけれどもこの和 っていうのは一体何なのかというのをね <はい S 1> ちょっと今日話したいと思うんですけれども、祖師は和ってどんなイメージがあります？イメージですか？イメー、うん、和やかって読みます？あ、読みますよね。<うん S 1> そういうこうなんか柔らかい感じな言葉ですよね。なんか一人じゃない。一人じゃない。でなんか何人かその関わりがあって。一緒にいてっていう。 でここで非常にこうね前回論語の話もしたので後半ちょっと続きじゃないですけども論語の中で孔子が「君子立派な人は和してどうです和をするんだけど同同じはしない」「和して同です和はするんだけど同じはしない」「承認」「ちっちゃい人まああの器のちっちゃい人は同じて和せず同じことはするんだけど和はしない」これがうん こう和と道の説明文としては、僕は非常にこういい言葉だなと思っているんですけども。これだけパッと聞いて、そしなるほどな。とはちょっとならないわけです。<laughs> そうですね。ちょっと補助線を引くと、はっきりこの和と道の違いは,はっきりするんですけれども。和の下に一個こと漢字を入れる、はい。はい。はい、道の下にも同じ漢字を入れる。それぞれ一文字ずつ。それぞれ一文字ずつ。和の下と道の下に同じ漢字を入れると。はい。この和と道の。 違いがはっきりとする言葉があるんですけれども、何か思いつきます。はい、この一個した感じつけるんですよね。つける和音とか同音とかどうですか。そうなんです。はい、和音と同音。同じですか。同じ言葉でですか。違う言葉ですよね。違いますよね。和音ってなんかいろんな音が混ざって。<う>で奏でる音。で。 ハーモナイズされてるわけですもちろん不協和音って言葉もありますけれども、はい、あの和音って言ったらドミソで全部音が違うわけです、うん、でもハーモナイズされて、はい、調和されてるわけですよね、うん、今回の令和のであ和がいてます。ビューティフルハーモニー」と海外では説明するようにしてるわけです、はい、だから和っていうのはハーモナイズされている和音みんな違う多様性を含んだ言葉なんですよね、うん、でも同音っていうのは同じ音ド々ですね レレレそうだからドドミミソソの時にミとソがドにととがなっってていくことを同調圧力って言うんです。おお<ー>。だから和と同ってこう同調圧力ってみんな和を乱すなっていう時にかける同調圧力というのは和ではないんですよ。それは「ドミレってなっちゃってた時にその「レが「ソ」になるじゃなくて「レが私ず,ずれちゃってると。 で「ソ」にすればいいんだけど「ソ」じゃなくてもなんか考えるの面倒くさいから「ミ、うん」にしちゃい。うん、でどの人も「えど耳になってるから私も「ミ」にしちゃい」うんうん、ってするのが、はい、これがだから、うん、ドミソの時にこうなるカーモナイズを大切にするためにどの人がこう「ソ」を鳴らせよ いうこととしっかりと違っていいんだからししっかりと出していく、うん、この和っていうのはあとは食べ物をあえる、はい、こうあえ物っていうのもいろんな違うものをあえて新しい味を作っていくということにもなるので和っていうのは非常に多様性を含んだ言葉なんですよね。 だ日本っていう国聖徳太子の頃ってやっぱりいろんな時代、うん、いろんな場所いろんなところからいろんな人たちが集まってできた国でもあっていろんな考えを持っている人いろんなこう国からいろんな人が集まって日本っていう国を一つに作り上げていこうっていう最初のステップの時にやっぱ「和を持ってたっとしとなすという言葉をこう高らかに宣言したのは逆に言うとやっぱりそれだけ。 もも言ってますけれどですよ<ー>みんなうっかりすると面倒くさいから一緒でいいやってそうです、ね、ついついみんなとほかといしなんか違うことするのが面倒くさいから一緒にしちゃえ、うん、無難な道を選んじゃえっていうことをしていくこうするとどん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 多様性が失われていってしまうし多様性を失っていった一枚岩に見えるような、うん ものほどややっぱ1枚板は割れやすいんですよね、はい、だからいろんなところに分散させていくっていう意味でも和っていうこと、はい、これをきちっと理解していく和っていうのはみんな違うっていうことが大前提んでみんな違うんだからそれをでもどういうふうにハーモナイズしていくのか,、はい、だからみんな違うから俺違うっていいんだとも言うのもちょっと開き直るのも少し違くてあくまでもでもそれをハーモナイズするためにどう自分の こう許容範囲の中でしっかり音を取っていくか調子を合わせていくかこれをずらしたまんま「俺は自由だ」ってしていくのもこれも和を乱す行為である。でもその和を乱してる人にこう無理やりこう同じ音を出せっていうのもそれも多様性を失うことになっていく。なので非常に和っていうのは言うはやすし行うは形なんですよね。 うん、さっきのあえるって日本食でなんかいろんな調味料を使ったりするじゃないですか僕も自分で料理しますけどなんかちょっと調味料違うだけでとか,なんかちょっとしたもので全然味が。 家の母ちゃんの味にならないなあるじゃないですかあと一個思ったのが「大和」っていう第二話っていう,うこれなんかだからやっぱり「和」っていうのを大切にしてきてるっていうことは逆に言うとそれだけ「和」っていうのは難しい一瞬でも「その和」っていうものを忘れると「和」が失っていくっていうこれはね非常に気をつけなきゃいけないしついつい自分自身に対してもそうだし他人に対しても不寛容になって「和」を 乱すっていうことを自分がやって同調圧力をかけていくうん、うん、こういったことはやっぱりね、あのー、いつでも起こりうるんだうん、うん、だから気をつけなきゃいけないんだってことをしっかりと考えていきたいなと思ってますうん、うんうん、非常に難しいテーマかなと思いましたけどとても大事なテーマでもあるなとそんなふうに思いましたラジオ歴史小話ワイタリートンとソシでした。